皆様、ごきげんよう。今回は、中標津空港より、知床半島の羅臼まで行き、北の国から、旬の番屋で、食事をしてきた。空港から羅臼瀬石の滝や、温泉まで、約93キロ、車で2時間ほどのドライブ。さあ、中標津空港に到着だ。途中、鮭の川登りや、クジラの見える、丘公園、元スキー場にあるカフェテリア、旬の番屋で食事、そして、瀬崎の温泉と滝も順で回った。今日は天気が良いので国後島がくっきり見える。おお、大きな魚が見えるぞ。これはもしや鮭？北海道漁業調整規則で鮭、マスの採捕は全面的に禁止されていますので、おっちゃんは空からパトロール。いるぞいるぞ。漁業？漁業業？この魚はサクラマスという名前だそうだ。おっちゃんは魚についてよく知らないのであった。サクラマスとはサケ科サケ属の一種。寒い海に生息しており、日本ではオホーツク海沿岸での漁獲量が最も多く7割を占めているそう。サクラマスは鮭と同様に航海型の魚で、産卵のために再び川に戻る習性がある。この滝を鮭が登っていくなんてすごいすごい。産卵期には薄いピンク色の模様が浮かび上がり、オスは上顎の先端が下に曲がります。体長は30から70センチメートルくらいで、寿命は3年ほどです。産卵は9月、10月頃で、産卵床は水通しの良い砂礫質の川床に産む。サクラマスは産卵を行うと寿命が尽きる。
Smart Travel Japan。中流側の海に近い側での空撮。知床連山が美しい。ん？熊の足跡か？パトロール、パトロール。桑原、桑原。Smart Travel Japan。知床羅臼野遊びフィールドセルフメイドカフェ。元のスキー場にキャンプをしたりカフェで景色を楽しむ場所。予約してテントに泊まれるらしい。クジラの見える丘公園。地上からツチクジラ、マッコウクジラ、ミンククジラ、シャチが観察できる丘の上の公園です。地上からクジラが観察できる場所は北海道だけではなく日本全国でも数えるほど、国後島が間近に見られる。根室海峡は海岸から急に深みとなり、マッコウクジラの生息域である深海が海岸近くにあるという地形。知床は海と陸の食物連鎖を見ることができるとても貴重な自然環境が評価され、2005年世界遺産に登録。日本では自然遺産として3件目の登録で、海岸線から約3キロメートル沖までの日本で
初めて海を含む自然遺産登録となった。瀬関の滝、落差は約30メートル。雪解けのシーズンには水量が増し、迫力のある姿を見れる。車で行くことができる。日本最東端の滝としても知られている。Smart Travel Japan。 瀬関温泉、海岸線の際にあり、満潮時には海没する。北の国から2000に遺言、ロケ地にもなった。さあ、純の番屋に着いたぞ。お腹が空いてきた。地元の旬の魚でも頼もうかな。これを注文するぞ。羅臼名物黒ハモ定食1300円。一見うなぎに見えるが、種別はアナゴに近い魚で深海に住んでいる。味はうなぎにやアナゴに似ているという人も。しっかりと脂が乗っていて、蒲焼きなどで食べると絶品です。珍しい、イバラガニの味噌汁はうまい。海定食、2980円。旬の魚や、エビ、イクラ、ウニなどてんこ盛りで新鮮。北の国から、定食。お店の名前が、そのまま定食の名前に。サメカレーにつけ、お味噌汁、お刺身、酢物、おひたし、ふきと昆布の煮物、他一品。このボリュームで1700円。んー。さすが羅臼。すべて新鮮で美味しく、このボリュームでお腹いっぱいになったぞ。天気が大変良いので、国後島の奥に、択捉島まで見えるではないかい。Smart Travel Japan。他の川にも鮭を探しに行ったが、見つけることはできなかった。この辺りは熊がよく出没するらしいぞ。おっちゃん少しビビっているようだ。ハマナスの花も綺麗に咲いている。あ、キタキツネだ。まだ小さいな。この辺りはホタテ漁が盛んなところらしい。綺麗な海岸線が続く。よし、もうひとっ飛びするか。景色はまるでアメリカ西海岸。昆布の出汁がよく効いていそうな海の匂いだ。今回はこの辺りでおしまいにします。ご視聴ありがとうございました。